感動度を、ポンポース独特の方法を紹介したいと思います。皆さんが知っているプチプチしている素材をサーフボードの、おもちゃと無駄に2枚ずつ重ねて透明のテープで、固定していきます。そして真ん中からカッターナイフで一周ぐるっと切っていきます。そうするとこういう感じになります。また同時にはめようとするんですけど、真ん中の部分がどうしても隙間が空いてしまうので、もう一度これぐらいの幅のプチプチを2周巻いて、またテープで貼ると、こういう感じになります。では僕のサーフィンのウォブロの、ね、自撮りの方法を紹介したいと思います。ライニングウエストポーチっていうのを装着します。スネークチェーンっていうのを、はい、こういう風になります。そしてGoProの自撮り棒を手を離しても紛失しないようになると思います。ここに刺してサーフィンをしてテイクオフをしてから自撮り棒を抜いて、自分のサーフィンを、撮影していきます。サーフボードの上にもマジックテープが貼ってありまして、自撮り棒にもマジックテープが貼っています。ボードの上から自分は撮影してテイクオフをしたら、それを撮ってまた手でこう自分を撮影するというふうにあります。僕がサーフィンする時の格好はこんな感じです。こういう感じでウォブロでの自撮りサーフィンを僕は楽しんでいます。